サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、ウェブトゥーンの制作をしている林と、デザイナーの高と、元司書の美咲です。今回もこのメンバーでお送りいたします。お願いします、はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。はい、今回は私美咲が、うちらきっとずっとも谷口夏子短編集というタイトルで、谷口夏子先生がお書きになられています。双葉社さんから出ています、うん、コミックスの発行自体は2022年の10月が発行日になっています。はい、でこちらは短編集とある通り、あの短編がいくつも入っています。1、2、3、4、5、6と後書きが入っています。うん、それぞれに、小学校に通う子どもたちが、登場人物だったり、もうちょっと大きな学生さんだったり、それから、家族の中としてっていうようなものとか、久しぶりに会った友達、ずっと一緒にいる友達っていうような、さまざまなところから友達というのをテーマにして書かれたものをまとめられた短編集です。原さん、いかがでしたか。はい、谷口さんの作品、僕いくつか、読んでるんですね、うんうん、で割と初期のものが自分的には好みかなっていう感じはありました。でこの作品については、まあ、去年出て、うん、まだ1年も経ってないですよね、うん、で読んでなかったんでね、今回初めて、読みました。はい、すごくいいなって思う作品が、いくつかあって、ね、あのね、はい、お嫁さんとさ、あ、お母さんのやつあれよかったです。あれすごくいいなって思ったんだな。砂糖と塩かな、そうですね、うん、でさ、なんかこう友達っていうからやっぱり、うん、若い、どうしてもね、うん、若いところに焦点がね、同年代同士のっていう感じですよね、当たる感じじゃない、うん、で、大人になってからが描かれても割と若い頃みたいなところが結構、うん、焦点当たると思うんだけど、うんうん、そうじゃなくて大人が描かれてるっていうところがすごくいいなって思ったところだな。はい、これフォアミセス掲載誌なんですよね。はい、そうなの。はい、確かそうです。あのタイトルの下に、一番最初のタイ、作品のタイトルのところに掲載誌というかの情報が載ってるんです。でこれ、そういう場所でこの方がお書きになられてるっていうのも、一つのこの作家さんの力だなっていう気がしました。私これを機会にお話しすると、うん、この短編集に載ってるのの掲載先が実に様々で、うんうん、あのトーチも確かあの発表された掲載誌にあったと思いますとか、あのさっきのフォアミセス、トーチウェブですね、うん、ごめんなさい、あのフォアミセスだったり、うん、実に様々なところ、あのクラゲパンチさんだったりっていうところから掲載されたものがこの一冊で、双葉社さんから出ているんですね。こういう社をまたいだところの発表作をまとめて一冊で出すって、この間の斉藤なずな先生のもそういうところがありましたけど、うん、 あれはでも特別感がちょっとあった気もしたんです、うん、あの表題になるようなものがあって、その後連作でっていうのが特別なのかなと思ったんですが、割とあ、こういうのってその作家さんの一つのものをまとめるって、なんとなくすごく昔は作家さんと出版社さんってずっと一緒にいるから成り立つみたいなイメージがあったけど、うん、今やっぱり全然変わってるんだなっていうのを改めて思いました、うん、でも そうですね、それでいて、あの作品の中に統一感があるような、あの短編集になってるとこもいいなと思いました。だからある意味、うん、原さんがあの乗れたところと乗れなかったところがあるっていうようなのは、そういうその媒体の違いみたいなのが統一されてないことによるバラエティさもあるかなって今聞いてて思いましたね。そうですね、うん、まあでもだからやっぱ僕は読者としてはバラエティがあった方が、うん、あの乗れるっていう感じがするので、そういう意味ではとてもいいと思う、うん、これがだから学生の話だけになっちゃったりすると、ちょっとそんなに乗れないっていう気持ちになっちゃったかもな。うん、うん、そうですね、はい、とてもいいですね。うん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 、はい、とりあえずそんなところかな。なんか書き下ろしもあるんだね。あ、そうですね、あの言葉と絵が、はい、書き下ろしがついてます、うん、はい、ごめんなさい、はい、すいません、林さん。私もいくつか作品読んでるっていう感じで、なんか特にでも記憶にすごく残ってるのは、本当デビュー作ぐらいの、うんうんうん、あの
皆さんあの生レバーが禁止になったこと覚えてますか、はいはい、レバー刺し、レバ刺し、うん、でこの谷口さんはレバ刺しがとにかく好きで、うん、そのレバ刺しが禁止になるまでの日々をポエジーと悲しみを本当に綴った作品があってですね、それがねすごく私はすごい好きだったんですよね、うん、あのさよならレバ刺し禁止までの438日間っていうやつなんですけど、だいぶ長さありますけど、はいはい、なんかでもここの当時そのポエジックなところとちょっとキラキラした感じがすごくずっと今もあの作家性として残って、うん、あなるほどね、好きですね、そうなんですね、すっごくいろんな多方面で活躍されてらっしゃるんですよね、うん、もうで、第26回の手塚治虫文化賞も新星賞をお取りになられてて、うん、いろんなご活動をされての、うん、あそれはこのうちはきっとずっともが出る前なんですけれども、うん、もうすでにとても活躍されている作家さんの短編集っていうところですね、うん、そうだからなんか割とそのもうあと、別の作品で私は全然不幸じゃありませんからねとか、これもねすごく変わった想定で、うんうん、なんかカバーがクリア透明なんですよ、ちょっと硬いやつで、なんか当時その想定に買われて買って、うん、いやめっちゃこのエッセイ面白いみたいな、うんうん、だからなんか今はもうバリバリにそのシスターフッドの短編とかいいお話書く作家さんなんですけど、うん、なんか心のどっかでエッセイまた呼びたいっていう、うん、なんかセキララなやつ、うんうんうん、こう苦しんでる感じのエッセイ、なんか苦しんでる、だってタイトルが私は全然不幸じゃありませんからっていう、うんうん、汗かいてます、そうそう、だからそこのなんかこうストラグルしてる感じが、うん、なんか一人相撲なんだけど、うん、これ本当に一人相撲なのかみたいな、はいはいはい、それもねちょっとなんか見たいなっていう気持ちもあるファンぐらいですね、距離感としても、そうですね、でもそんな感じかな、うんうんうん、多田さんはいかがでしたか。僕はもう全然申し訳なく言うけど存じ上げないで、うん、あの作品読んだのも今回初めてでした、うん、だったのでもうあのどの作品も割とフレッシュな気持ちで楽しく読めたなっていう感じがありましたね、うんうん、でまあ、出てくるのも、最初のやつなんかもう本当に小学生の話だったりとか、うん、そっからその割と中高生 の、うん、あの思春期の頃の話があったり、うん、でその後の、まあ、新婚時代の話があって、うんうん、で子育てが終わってみたいな、割とこうなんていうんですか、年代が、うん、取り混ぜて並べてあるん で、うん、まあうん、最初は大人の視点で、まあ、パッと読んで、うん、まあ、あのさっき言った何だっけ「砂糖と塩」みたいなやつ、うんうん、あこういうやついるわみたいな感じで見ながらもまあ何かその永久のテーマ、永遠のテーマである嫁姑問題が、うんうん、なんかそれがこう何て言うんですかね、その探偵物みたいになってって、うん、あの旦那のねその浮気未遂のところを。うん、あの突き止めてみたいなね、うん、でそのまあ何ですかね、会社の部下なんですかね、うん、あの女性相談に、うん、乗ってもらってる 女性の、うん、あいそうそしてこの旦那の引っかかりそうな感じみたいなどっかで500編ぐらい見たことあるようなやつがいるみたいなそういう感じのなんか、うん、まあ、あるなみたいな実感。うんうん、出てきや部外者みたいなね、ああいう感じの面白さとか、うん、あと何ですかね、そのうーん、他のそのでも小学校のやつとかも、うん、まあ今の自分ですごく親身になって読むことはできないけど、うん、ああでもこういう子いたなみたいな、そのまあちょっとそのすごい虚言癖の子がいて、うん、家がもうお城みたいで、うん、みたいな話をどんどんしていくうちに、うん、なんかアイドルジャニーズと知り合いなんだよ、うん、みたいなこと言ってるうちに不登校になっちゃうみたいな、うんうん、まあ僕の場合はもっと学校にいたの男の子で、うんうん、なんかもっと頭悪い感じでしたけど、うん、廊下の向こうから喧嘩打ってきたり、うん、なんか60キロで走るミニ四駆作ったとか、うん、もう分かりやすい嘘ついたりみたいなやつでしたけど、まあ彼もなんか卒そういえばその時は気づかなかったけど、うん、卒業した後やっぱ DV のお父さんから逃げてていろいろ回ってたとか、うん、なんかそういうなんていうか自分の記憶がいちいち呼び起こされる感じで面白く読みましたね、うんうんうん、はい、っていう感じでしょうかね、ざっくり、はい、はい、いろんなお話がこの短編集の中に入ってるんですけど、うん、どれも、うん、
こう日常の中でなんかチリッと燃えるっていうか、かすってくるようなザラッとしたところをすごくうまくお話の中に入れてらっしゃる気がしました、うん、でそのザラッとしたのって時代だったり人だったり状況だったりで見過ごしそうなところをうまくそのお話の中に入れてきて、うん、必ずしもそれがなんて思った通りに解決するわけではないんですけれども、うん、なんだろう絵柄かななんか丸くお話の中にうまくそのザラッとかチリっていうのを入れて、うん、こうストーリーにされてる気がしましたね。キャラクター自体は可愛い感じですね。ね、とっても可愛いんですよね、うん、そして絵もなんかキラキラっとしてる、割とキラキラしてますね、可愛い感じ、うん、色使いもあの可愛くってキラキラしてて、カラーめっちゃ甘いんですよ。あ、なるほどね、うん、表紙も素敵な感じの、うん、確かにね、うん、他のなんだっけその今夜すき焼きだよとかも見ても、うんうん、まあ、カラーがいい感じですもんね、素敵、うん、なんかそんな中であのまたセリフもいい感じにこう、うん、セリフっていうのかな、うん、なんかいいことっていう風に言ってるわけじゃないんですけど、うん、そこにズバッと入ってきて、例えば、うん、あの何度も話題に上がってる砂糖と塩の中の、はいはい、気持ちだけ、正直に言うと全然モテない人生だったし、好意寄せられてて浮かれてだ最低だったって言って反省する、だんだんですね、はいはい、そうシーンですね、はいはい、だったんですけど、うん、それを聞いてあのその人のお母さんが正直に言うことが誠意だと思ってるのかねっていう風に入って、うん、このあたりは、ね、そういろんなあれがありますが、はいはいはい、そういうとこありますよねっていう、そういうとこありますよねを、ギュッて引っ張ってきてるのがすごいと思います、うん、その感じはあれでしたね、豚くん豚とガリーの友達、 あれにもその感じは入ってましたね、言ったらいいのかよみたいな、うんうんうん、そうですねあとあのそのお話だと、ボンバーマンが好きでね、恋愛じゃないから恋愛相手じゃないから一緒にいると思っているっていうのも、はいはいはい、うん、この方割と、恋愛するしないっていうのも、うん、この方の中の大事な要素なのかな、それとも求められて書いてらっしゃるのか大事な要素なのかなっていうふうに作品の中で思うんですけど、そういうのを言わせてるっていうのはすごくキュッて引っ張られてる気が私はしましたね、うん、まあ何ですか、中学校の時の、まあ、小学校からずっと友達で、うんうん、普通に近所の友達で、うん、女の子のガリちゃんと、うんうんうん、あだ名です、うんうん、男の子のブタくんがいて、うんうん、まあボンバーマン仲間なんですけど、うんうん、まあこう中学とかこう上がっていくごとに、うんうん、ある種のこの役割とか、うん、なんですか、性別的、うんうん、な部分にこう押し込められていくんですよね、うん、本当友達なんですけどもね、うん、だからなんていうの、恋愛ももちろんそうなんだけど、うん、なんかこの漫画の中に大体出てくるのは何かしらの社会的立場とか、うん、なんだポジションロール、うん、何かをしなきゃならないってことに心ならずも押し込められてしまう、そうですね、だからそれこそなんか、うん、もちろん恋愛もあれなんだけど、うん、その女の子友達がなんか遊んでんのおかしくないとか、学校でねそう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 、いい生徒でいるとか、そうそうそう、そういう感じですよね、うん、そこの苦しみがなんか通底してこの作家さんにあんのかなとか思いながら読みましたね、それでいてやっぱりその最初のお話で言うと、うん、お友達にならじゃないじゃないですか、結構ズバッと、いや面白くないからお友達にならないよみたいなことを言われちゃったりするよ、お前って感じだよねそれを結構物語の中で否定するでもなく何でもなく、なんか言ってもご家族のそういえばあれもこんな感じだったな、カニ食べましたみたいなところに落ち着かせるあたりが、おーってなります、なんかままならなさがさ人生って感じしますよね、だからまあその何ですかね、まあ、それはさっき言った役割を演じなきゃならないっていう意味では逆側、うん、あの虚言癖の女の子は結局そこ側から完全に出ちゃってる子なわけですよね、うんうん、でかといえ現実はやっぱあるわけで、うん、そこの範疇に収まってその範囲で喋る、うん、あなたはつまんないよっていう、やっぱそっち側にはこの子は入れないわけですよね、そうするとあまりにも現実がままならさすぎるから、その子にはやっぱその部分は最終的にこう
なんていうかな、乗り越えられないっていう感じが、まあちょっと切ない話。そうですね、乗り越えたり乗り越えなかったりですよね、砂糖と塩、はいはいはい、だと結構乗り越えた感じに書かれてるじゃないですか。です、ね、は割とあれは和解というか、最初は演じてますからね。そうですね、要するにいい嫁と、うん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 、まあお姑さんっていうところでイライラしてるわけですけど、うんうん、この女家事もしないでみたいなと逆に言えばその、ね、奥さん奥さんで、うん、そういう、まあ、ブリブリのキャラをロール演じしなきゃならないっていう部分をちょっと乗り越えるって感じですよね。そうですね、そういうの幅広い世代を対象にして書いた、さっきね原さんもおっしゃってましたけど、あの幅広い世界を対象に書いてるっていうのはいいなと思います、うんうん、実はこれ私短編漫画をテーマに集めた本屋さんのフェアでこの本のことを知りました。なるほどね、はい、あのお一人の方が選者をしてらして、小さな本屋さんで短編漫画をこう紹介しますっていうフェアを知って行って、そこであの出会った本です、はい、まあ、一般的に短編漫画はね、なんかそんなに売れるわけではないっていうふうに、言われてると思うので、そういう人がなんかこう選んでね、紹介してくれるっていうのはとても素晴らしい、そうなんですね。やっぱり、長いものってドラマチックってで追いやすくって、ファンとしてもそういうキャラクターで好きになる漫画のいい部分みたいなのが見えやすいので、あのすごくも漫画の盛り上がりを感じます。ただやっぱりなかなか一冊でおすすめとか、短いお話でギュッとくるっていうのも、漫画として、あの引き出しに求められるところだと思うんです。漫画の引き出しとして求められるところだと思います、そういうのの中でずっとこういう定期的にいい作品があって、それがこう社をまたいで、まとまっていい短編集になるっていうこと自体もすごくいいなって思います。そうね、これやっぱなんか改めて見た時に第1話のさ、この、これうずきちゃんって言うんでしたっけ、この作品だけさ、この作品のタイトル、作品集のタイトル、うちはきっとずっともですけどね、ずっとも感がない。そうですね、確かに心の中にはね、多分カニ食べるたび思い出すんで、たびたびだと思うんです。カニですよねこれ最後確か。カニでしたね、はいはい、親父がパチンコで儲けた残りは本当ずっともっていう感じじゃないですか、そこはちょっと面白いなっていうところあるよな、最初からなんかだから同じ一つの出版社で、コンセプトを決めて、ずっともで作ってるってわけではなくて、いろんなところで書いたその友達についての、作品集をまとめたからこういうことになってるのかもしれないし、でも作者の中ではもっといろいろ考えてることがあるのかもしれないですけどね、あでもあれじゃないですか、なんか LINE かなんかに入って、ああそうだね、旅行に行くやつ、あんまり、あんまずっともずっともじゃないですよ、まあ、次のステップに進んだなみたいな感じでした ね、ずっともじゃなくてもよかったっていう話ですね。そういうので言うとね、これ表紙にさ、表1から表4にかけてキャラクターたちが書かれていて、大集合って感じですね。そうそう、で2人ずつの組で基本的には書かれてるんだけど、今言ったその、LINE の話なんだっけこれ、海に行ってお帽子投げる、モノクロの修学旅行ってやつですよ。あ、それかな、それだったら、はい、それについてはその主人公の女性と猫だもんね、あ、そうでしたね、だそこが友達なのか、いいんですよ、いいんですいいんですよ、それが向かいのね、なんかこう人とその後仲良くなったことが想像されるんで、でもちょっとこれ美咲さんと原さんは本番アナログ版で買ったのかと思うんですけど、電子版はちょっとボーナストラックが入ってて、それが何でしたっけ、旅行に誘った高校の同級生が、その後どうなったかみたいな話がちょっと何ページか入ってて、若い、和解はしないがちょっと猫を通じてちょっとだけ触れ合うみたいな、はい、そうそう、別のキャラ、別の話の人が触れ合うみたいなおまけがついて、入ってて、まあなんかちょっとなんかそこで回収してあげようかな感があったのかなみたいな感じで、まあその作り手としてやっぱそこは回収してあげたいっていうかね、そのなんかこう嫌な感じに残したくないっていう気持ちはあるかもしれないですよね、はいはい、なんか息子がすごいあの母ちゃんうざいみたいな思ってていまだになんかブリブリでみたいな感じの書かれて、まあちょっとこれも面白かったですね。
そうか、そういう違いあるんですね。そうですね、うんうんうん、紙版で言うとね、それこそさっきの表紙の感じとか、こう一覧に慣れて見れたりとか、ね、カバー下もなんか可愛い感じになってたりとかするんで、うんうん、そういうとこ嬉しいですね、まあ、カバーは全然本の方がいいですね、うんうん、これはね、うん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 、感じかな。はい、で私これ、うん、公共図書館行けるんじゃないかと思うんですけど、公共図書館図書館チェック、はい、で本当は中高のこう図書館とかも行けるかなと、友達っていろいろあるし、その、うん、寄り添ったり寄り添わなくてもいいよみたいなとこ行けるんじゃないかなと思ってます、うんうん、どこの棚に入れるんですか、なんかコーナーというか話題の書、漫画の棚、漫画の棚か友達のコーナーとかないでしょ、言うなら文学のところかな、はい、のところにだと思います。ただこれもうちょっとちっちゃい子もいけるかなと思ったんですけど、振り仮名ないんですよね。振り仮名問題ね。振り仮名、ね、あとちょっとなんかこう思春期の話もあるから、うん、中学校からかなとちょっと思ったんですけど、中学校くらいでいけるんじゃないかなと思います。友達ってそういう時期ってすごく悩む時期でもあると思うんですよね。まあ、そんなえぐい描写はないですね。そうですね、具体的にはね、はい、はい、中高いけるんじゃないかな。一巻完結ですし、さまざまな年代があって、うん、なってもならなくてもよしみたいな話ありますし、公共図書館および中高の学校図書館行けるんじゃないかというのを提案したいと思います。まあね、でもやっぱちょっとした冒険のような気が。あ、そうですか。司書の人の立場を勝手に考える。どの辺りがですか。絵柄とかじゃないですか。そう、僕が割と図書館に対して、はい、図書館に対して何つったらいいんだろう、あまり新しい価値観を持ってないっていう偏見を持っているので、まあ、とにかく基本的にアーカイブするのが役目の一つだったりするので、はい、まあ、もちろん、ずっとアーカイブしてるわけじゃなくて入れ替えも念頭に置いていますが、はい、この今っぽい絵柄みたいなものをに捉えられるのかなって思ったりとか、私的にはもうだいぶ漫画の方に寄ってる私的には、こんなほんわかして可愛い、全然、いや、もちろん可愛いんですよ、可愛いんですけど、はい、例えばその具体的な描写はないんですよ、はい、その評価っていう作品の中で、はい、男女の交際の話が出てきますよね。でこのその谷口さんの絵柄ってやっぱその、はい、なんつって可愛いだけではないよね。あ、そうですね、色っぽさもある、ちゃんとそういったところがあるんですけど、はい、確かにそれは感じ取られてしまうのではないですか。なるほど。で俺は思ってるんですけど、でも一方で、うん、この老い豚でしたっけ、うん、作品のこのいじめの描写っていうか、うん、そのだからなんつったらいいの、うん、この多様性の話にも入ってるんで、うん、そこの処理の仕方っていうか、うん、なんつったらいいんだろうな、うん、こういう付き合いの仕方みたいな、うん、このモデルを出すのすごい難しいと思う。でも子供たちはその、うん、なんか多様な子供たちがいる中で、うん、そういう大人たちの心配とか関係なくうまくやってんのかもしれないけれど、うん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 、でもそこで描かれてるのってとてもスマートななんかこう付き合いじゃないですか、うんうんうん、そういうのは学校図書館にあってしかるべきっていう感じはすごくしますよね、うんうん、あとあの女の子の下着姿が可愛く描かれている、ね、気になる師匠の人がいるかもしれない。でもこれも流れ的には単にセクシャルじゃないからね、可愛いっていうところだからな、うん、高校かなでもそういうポイントで中学か高校かとかって変わるんですね。わかんないですけど、まあこんぐらいだったら大丈夫っしょと私は思うけど、引っかかる人本当に中高って学校の雰囲気で全然違って、うん、こういうのをなんか、いやでもこの文脈では別に全然そうじゃないしとか、うん、で流せる子もいれば、うん、全然なんていうかうわほーとか、うん、そういうのも全然時と場合によってはありうるので、うん、まあ、バカなガキはどんなとこにでもエロを嗅ぎ取りますから、ね、でそれ別になんかエロい本あんぞっつって悪いことじゃ全然ないんですけど、まあ、全然ないんですけど、そこのコントロールというかね、かちょっと難しい人の気持ちも分かる。読むことは全然あり得ると思うんですけど、何の問題もないと思うんですけど、はい、でも公の場ってなった時にすごく保守的な、あのフィルターが入るのが日本っていう国の気はずっとしてますけど、ね、でもこれフィルター入ることでもないと思う。じゃあ今夜すき焼きだよは NHK のドラマ化にもなったし、こっちがいいんじゃない。そうね、それもありかも。でもあの年齢にあのバリエーションがあるっていう意味では、確かにうちらきっとずっともの方がいいんじゃないですかね。私は置いてほしい派だな、うん、学校の図書館に、うん、なんか、うん、なるほどね、やっぱりその友達のあり方とか距離感でいろいろ失敗しながらさ、うん、これぐらいでいっかみたいなのってあるじゃないですか、うんうんうん、
なんか、それをちょっと教えてくれてる感じがして、なんかちょっとこうキッズには難しいかもしれんけど、こんなもんやでっていうのはちょっと知っててほしいというおばからの手紙でしたっていう気持ちはある。いや、置いてほしいって言えば俺も全然置いてほしいなと思ってんですよ。もう置けないんじゃないですかって言ってます。厳しいな。なんか意外に厳しいな。これぜひ、今度、師匠の皆さん、聞いてる師匠の方、もしよかったらコメントとか、いや、これいけますよとか、いや、これはちょっとうちでは難しいかな、みたいなのが、率直に現場の意見聞いてみたいですね。なんかさ、俺は当然漫画もそれ以外のものも読む読者として、はい、漫画とそれ以外の本、例えば小説とかの間に差がないんですよ、うん、どちらも面白かったら面白いし、うん、つまらなかったらつまらなかったでいいと思うんですけど、うん、でも図書館っていう場がまだそういうふうになかなか慣れてなくて、ね、やっぱ活字の本だったら別に大丈夫だけど、はい、漫画ってなった瞬間に弾かれるわけじゃない、はい、そうなんです、ね、それを同じフィールドに載せられる発想を持ってる人がどれだけいるんだろうって思っちゃう、はい、漫画と図書館ってもう今や漫画が入ってるとこたくさんあるんですけど、うん、最近その司書の人たちと話していて思ったのは、割と段階がまだあるなと思っていて、うん、意外とたくさん持っていて、で、新作を入れたりもちゃんとしているっていう、普通の資料と同じように扱って、うん、普通の文字の資料ですね、うん、と扱っているような図書館ももちろんあります。で、もう一段階ちょっと前にというか、時代が前に遡ってるイメージで、それが最新のちゃんと機能している、漫画を資料として入れて機能している、蔵書として機能している感じから言うと、もうちょっと一段階硬くなるのが、入ってるけどものすごく固定の評価がきっちりされているものだけ入れているっていうところ、うんうんうん、それから全然入っていないっていうところの3ゾーンがあって、で、意外とその硬いから柔らかい絵が、なんていうか進みがゆっくり、ものすごくゆっくりなので、数としてはまだその全然入れてない、もしくはものすごく評価が定まったものだけ入れるっていうのが一般のイメージと、もしかしたら現状なのかなっていう気がしています。なんとかしたいなって思ってます、まあ、限られたスペースの中でね、膨大な漫画があってっていう、そこのハードルもものすごくあるし、本当難しい問題ですよね、はい、今後も考えていきたいです何の話、力強い表明でした、はい、表明ありました、まあ、でもさ、このだから友情っていうテーマって言っていいのかどうか分かんないけど、はい、まあ、僕そんなことはあんま考えたことなかったですけど、うん、漫画の中にそのテーマのものがどれぐらいあるのだろうかとか、うん、あるいは漫画外してね、うん、映画とかあるいは小説とか含めてどういうふうなものがあるのかっていうのを考えて、うん、ちょっと面白そうですよね、はい、そういうことを考えた時にこの作品の価値とかがすごくなんか明らかになるような気もするな、うん、はい、いろんなものと一緒に読んでほしいと思います、うん、この作家さんのいろんな作品も読んでもらいたいと思います、うん、そう、流れ場のやつ、ね、流れ場のやつ、いや、なんかね、着地が本当なんかね、素晴らしいのか、うん、ちょっと尿検査受けた方がいいかもしれないというような吹っ飛び具合でもあるんですよ。飛距離がそう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 、読んでみよう、なんかしかもなんか生レバに対してっていうのがすごく、みんな見て、俺も結構好きなんで生レバ読んでみよう、はい、合わせてそのさっき原さんがおっしゃったみたいな、他のジャンル、漫画の中でも他のジャンルであったりとか、他の文字とか、うん、あの映像とかと一緒に並べて考えてみるっていうのも素敵だなと、うん、思います。ね、友情なんていうジャンルを俺は考えたことがなかったんですけど、うん、ジャンルというかで、テーマ、うん、トピック、うん、なんかそもそも勇気友情勝利のジャンプを読んでいる原さんが、うん、でもそもそもやっぱ俺にとって友情っていうのはそんなに重要ではない、人生においてっていう話だと思うんですけどなるほど、うん、だちょっとそこ興味深いよね、うん、はい、うん、それで見てみると、はい、ぜひです、はいはい、そんなとこですか、はい、ちょっとずっと、はい、ということで、今回は、美咲さんのおすすめ作品ですね、谷口夏子さんの、うちらきっとずっとも谷口夏子短編集を取り上げました。次回なんですけど、次回はですね、一つの作品を取り上げるというわけではなくて、雑談会みたいなものを、うん、やってみたいなと思っております。うん、で、まあ、100回の時にね、そういう雑談会やりましたけれども、今度は、うん、まあ、
このメンバーが、かつてどんな漫画が好きだったのかとかね、うん、あるいは今どんな漫画が好きなのか、あるいはどんな漫画に興味を持っているのか、うん、そういうような、ことをお話しできたらと思っております。ちょっと実験的にねそういうこともやってみたいと思います。はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林と高と美咲でした。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。